パイスラッシュの例。パイスラッシュは着衣した女性の胸が自動車のシートベルトやクロスボディのハンドバッグ等によって斜めに2分され、チブサが強調された状態を指す日本の俗語である。パイの表記は日本語でチブサを表す。パイがギリシャ文字、パイの日本での読み方と類似することにちなむ。古くは2006年5月31日、一人の オタクが自らの大好物と称する肩掛けカバンをたすき掛けにして強調された胸に決まった名称がないのでパイと命名したという記録がある2006年11月3日パイスラッシュを題材にした同人誌の即売会パイが開催される2010年11月3日パイにが開催される2012年6月28日大根厚し特の写真集 パイスラ女子、出版される。2012年9月20日、青山博士卓上による写真集、パイスラッシュ、現代フェティシズム分析が発行される。青山は、週刊ポストの取材に対し語る露出のない胸のフォルムを強調する、パイスラッシュという現象こそ、フェティシズムの極意でしょう2012年11月3日、パイ3が開催される。 2014年3月13日、リーカより、アンドロイド用、アプリ、パイスラッシュ、がリリースされる。画面に表示される女の子のシルエットから、胸の谷間を推測し、谷間と思われる場所に、指で射線を引く、それが正解のスラッシュラインに近いほど高得点が、得られるというもの。リーカは、泥団子や、毎日のゴーヤなど、変わった作風のゲームを提供することで知られる。 2014年4月24日、同社より、パイスラッシュ G がリリースされる。2017年4月17日の、おぎやはぎの、ブステレビの放送で、磯山さやかのパイスラッシュに、おぎやはぎの2人が発情した。ありがとうございます。